こんにちは、北川タイランドの岩田です。本日は弊社のスタンダードチャックを購入いただき、お客様で上などのトップツーリングを設計される際のスペックの算出方法に関して例を挙げてご紹介させていただきます。算出方法に関しまして、パワーポインターを用いてご説明させていただきます。詳細条件に関しましては、記事の方に記載の内容と同じとなっております。右のグラフは横軸に把握中心高さ、縦軸に、静的把握力を表しており、グラフ内にはシリンダーから得られる必要な入力を表しております。左側のグラフは横軸に上の質量モーメント、縦軸に把握力損失を表しており、グラフ内には回転速度が表してあります。右側のグラフに関しまして、条件から把握中心高さ60ミリの位置で線を引きます。把握力限界曲線と交点が許容の最大把握力となりますので、これ以上でのご使用はしないでください。最大把握力は60キロニュートンとなります。入力値が 23.5 キロニュートンで許容最大把握力が出ることになります。最高回転速度に関しましては、最大把握力の線を左のグラフまで伸ばし、計算しておいた特殊上の質量モーメントの位置で縦線を引きます。この2つの交点ですね、こちらが許容の最高回転速度となります。回転速度が出ると同時に、この時の遠心力による把握力損失も確認することができます。ここで紹介しておりますのは、あくまでチャック本体の許容スペックとなっております。実際には上の強度や加工負荷、そういったものを考慮して設計する必要がありますので、ご注意ください。ありがとうございました。